俺んとこ来ないか。いつでも待ってるぜ。ということなんですよ。まあまあね、ちょろちょろ言ってますけど、動画には出なくていいですからね、別に。そういうとこからね、出てきてさ、働いちゃって動画出たらさ、あいつここ嫌がったみたいなのが困るから、そういうのはね、やめましょう。あ、でも、それに付随して、うん、もう一点。もう一点。まあ、施術。ないで、まあ覚えたりするじゃないですか、うん、まあ、練習来ました、はいはいはい、まあ、ただ生半可な気持ちでも、あ、そうですね、そうですね、それはそうですね、技術はやっぱ違うんで、そうだね、こうはね、こういう風にしてこうすればこうなるよっていうもんじゃないから、うん、だからなんかこの仕事に命をかけてますみたいな気合と根性のある人、ヨアンドはちょっとね、まあ、軍隊みたいな感じ。なんかね、本当特殊なもうプロフェッショナル集団、技術の、まあ、なんかもうプロフェッショナル集団目指してるから、本当の意味で整体師にしたい。まあ、美容のね、特に美容で、その痛みの緩和とか、そういうのもちろん基本的には教えていくし、そういうのもお店としても対応してるけど、そのこの腐った美容業界を潰しにかかる人員を募集しているということなんですよ。もうね、あの高額を取っていくっていうのはこれはね本当に間違ってるから。でもね、まあ多分これ見てる人って、まあ僕に対していやらしい目で見てる人の方がほとんどだと思うけど、違うね。いや、それを否定できない。分かんないか、分かんないか。セクシーすぎてごめんなさい。そして、また飛ぶやんか、ほら。あの、まあ、整体とか美容とかに興味ある人も多いと思うんだけど、女性で見てる人なんかは。やっぱりね、まあ、うちでもね、ある程度高いメニューあるけど、もうあるお店で何十万のメニューがうちじゃ何十分の1とかっていう、うんうん、だったり、そのお店の何十万のメニューのメンテナンスの料金でうちではその店の何十万のことができる以上のことができる。だってね、喜んで欲しくて整体師になったんだから。そうなんですよ。でそれでちゃんとした結果を出して、ちゃんとした信頼を積み上げていくっていうことが、こう、まあ、14年こうバーってやってるのもずっとそうだし、うん、あのよそのから来た整体師からしてそうなるってことだもんね。そうですね、そう全然違う。でやっぱりね、あのがっついて学ぼうという意識が、あの本当に減ってっちゃう、そういうとこいると、うんうん、でそれはね、自分の弟弟子みたいな、まあ、要は同じ師匠から学んだこう整体師がいるんだけど、でなんか女の子を紹介されるから、小顔矯正やってくださいって、うん、いや俺嫌なんで別に整体師やんの。でさ、まあ、その学校でも一応小顔矯正のみたいなこと習うらしいけど、はい、いやいや、まあまあまあそうなんね。そうですね。ちょっとすいません、ちょっとすいません、無言でちょっとすいません。それで、まあ、うちに来て小顔矯正をやって、まあ、僕はね他店の人間に技盗まれたくないんで、世界で一番速いスピードでやるから。もう、じゃあ、はい、鏡見て、つって、うらーってやって、はい、見て、嘘みたいな。亡くなった兄貴みたいな。で、バーってやって、嘘バー嘘みたいな。で、目もみたいな。鼻もみたいな。で、どうだった、なんか盗めたみたいな。上から。ね。兄弟子は、上から。なんか盗めたかんみたいな。それは嫌なやつになりますよ、それ。いや、できれば何かね、盗めるなら盗みたかったけど、正直何をやられてるかもわからないまま顔が縮みましたって。だからね、こう、
自分で研究して開発できるだけの人っていうのは本当にごく少数、世の中でもごく少数で、それはうちにいる生態師がそれができるかって、そういうことでもなくて、本当になんか発想がつながる人間ってそれはそうそういないんだよ。でもそれに対して食いついてって学ぼうって意識があれば同じことは絶対できるの。手でやってるから。俺が特殊な2本腕が生えてるとか6本指じゃなきゃできないとかいうのじゃないから、必ず誰でもできるんだよ。でそういう学ぼうっていう意識を強く持ててるんだったら俺んとこ来ないか、いつでもいいぜっていう、そういうことでしょ。ほんとね、整体やってもっと患者さんに喜んでもらいたいとか、美容の世界って奥深いなって、もうあのもみほぐしは奥がもう深いのはもう和周知の事実なんですね、業界からすれば。なんで、まあ、美容の世界は本当出てきて間もないから、本当に新しいものを次々発見して、次々とスタッフに提供して、そこから次々と患者さんに提供してってるんで、あのそういうなんつうのかな、開発型生態でちょっと珍しいんでね、そういうところで一緒に患者さんに喜んでいただこうじゃないかという、いい話だね。いい話ですね。ただスタッフ欲しいってだけじゃない。そうです。そう、生態師こそうちに来い。でも本当誰のためにやってるのかって、ね、そうなんですよ、一番大事ですからね。自分の生活とね、お金のために仕事ってもちろんするけど、その結果ね、その仕事って何につながってんだろう、人が好きだから整体師始めたんじゃないの、工場の作業員になりたかったの、違うでしょ、そういう情熱の火をね、心の油田に火を灯せっていう名言ですね。ライブでたくさん言われたからびっくりした、俺が一番びっくりしたけど、心の油田に火を灯せーす、あやめくんが絶叫しててびっくりした。また来年の男女のね、限定でやってくれるんじゃないかと思って楽しみです。そう、ライブの直前にまたボソボソっと言って、本当にね、あの心に火を灯してちょっと挑戦しに来てください。まああの10年間施術の世界にいても全くもって覚えられなくて、うちで練習に来てもね、まあ通常3、4ヶ月以内にまあ習得できる。まあ、これみたいにその骨格矯正もやってた経験者で2ヶ月半とかそんなもんだよな。そうですね、だから経験者早いんだよ。でもおごってる自分がいたらもう1年かかったって何もできないから、なんでこう教える時もね、いきなり美容整体って教えないんで、もみほぐしのレベルもここまでできるかどうかっていうのを試してから次のステップ、それができて、まあ、盗まれてもいいとこからしか教えていかないからね、美容は一番最後、ということでね、本当に面白い、釣りの次ぐらいに面白い。次なんですね。釣りはさ、そうですね、まあ、釣りはね、釣りは自然相手だからね、まあ、ちょっとということでですね、まあ楽しい仲間が待ってるよ。そうですね、いつでも待ってますから、いつでもめちゃくちゃ待ってるよ。まあ一応ね40歳未満までにしていただきたい。そう、ちゃんと募集要項はね、募集要項としてはね、140未満、体がめっちゃキレキレで動くんだったらさ、大相談ですけどね。あとまあ一応男子限定ですね、一応女子本当欲しいとこですけどね、あの今まで動画で言ったことないんだけど、あの包胸矯正、胸を大きくする矯正もできるんですよ。はいはい、はい、そうで、まあ一応裏メニューでちょっと変態だと思われたら困るんで、裏メニューにしかしてないし、患者さんのニーズがその担当の先生に来てから教えていくんで、うちじゃ今俺入れて3人しかできる人もいないんだけど、あのそういうのをね、男性にやられたくないじゃない。まあできればね、ね、やる方も、まあ、やられる方もね、そうなんですよ。まあいや担当の先生が言っていい人もちろんいるかもしれない。まあまあ、そういうのをね、女性にやってもらいたいんだけど、難しいよね。それしかできないんだったらね、えらい効率悪い人になっちゃうしね。なんでね、ちょっと募集できないんですよ。なんでまあね、健康な男子で、ゆとり世代ってバカにされるのが嫌な若い男子、ゆとり世代、そうだから、こう段階ジュニアですから、
ゆとり私なんかはね、ゆとり世代に一番厳しい世代なんで、そういうね厳しい思いをしてでも、まあ一歩でも二歩でも高みを目指したいんだったらね、まあぜひ連絡をしてください。ありだと思います。あると思います。取られた。ただね、あ、ミーハーの人はね来ない方がいいですね。芸能人がいっぱい来ちゃうんで。うん、ね、芸能人の人に会いたいからとかそういうのは本当嫌です。でもどうなんだろう、摩天楼オペラファンの生きのいい男子とかどうなんだろう。まあ面接でですかね。そうだね、摩天楼オペラファンは基本的にはあのそのままの仕事を続けてファンの活動を続けていただければな。摩天楼オペラに正体するのは基本僕だけなんで。なのでね、そういうのはちょっとご遠慮を願おうかな。願いましょう、もうここ願いましょう、ここは願いましょう、うん、ありがとう。まあ検討していただけて嬉しいですから、ね、そこはね、ありがたいですね、はい、ということでですね、まあ十分参考になったかな、あったと思いますね。そうだよね、うん、うん、そういうことです。いいですか、なんか言っときたいことあります、これからユアンドを目指したいなって思ってる生態史に向けて。甘さは消えるよ。ガチのやつだ。甘いやつは脱落していく、ほんとな。まあまあ、あ、まあ一点言うなら、うん、ろくな覚悟じゃ来ない方がいいですよ。もうハードルすごい上がるやん。優しいぞ院長は。院長は優しいです。優しいですけど、まあそんな、そう、じゃあ俺もいけるかなっていう、うん、まあ、来ても全然ね問題ないですけど、まあまあね、だから人間的にねダメなやつはねそこから直すからね。本当にもうまあ別にさ暴力とかしないけど、ぶっ飛ばされてもいい覚悟がないと、あの人の体をいじる覚悟がないよっていうのになっちゃうから、うん、本当そんぐらいの気合でやろうよ一緒に、うん、気合はあれば、気合だよ、何でもいけますから、気合があれば何でもできるよ、ね、俺がそうですから、そうだよ。ちょっとね、そう、ちょっとあんま詳しくはね、こうちょっと言えないぐらいのことをして、そういうのを超えて、ここにいて、少し信用を勝ち取って、ね。そう。もう生態だけじゃないからね、本当に。一緒にな、いいおかんのこんなうねり散らかしてる。どっちやねん。ひらめだね、それ。まあまあね、そのぐらい、こう、院長から学ぶことは何かある。だ、あ、じゃあもう、かっこいい、俊也のかっこいい話しちゃうけど、ほんと、あ、え？ってなってるでしょ。いや、フラの関係ないよ。そこじゃないよ。あのね、ほんとに、まあ、まあ僕171、2センチで、で、まあ体重は、キロあるんだけど、自分でピーやったり。まあまあまあ見て分かりの通りですね、筋肉もあるんで重いんですけど、入ってきた時に52キロとか下手すと50キロ切っちゃうぐらいだったもんな。そうですね。で体重増やせっつって、もうひたすら食って、好きな飲み物マヨネーズですみたいな。ひたすらあの太って体を大きくして、だから10センチ違うからね。でそれで同じ内容の施術をやれるように体重も増やしてって、でね、まあそこまではまあうちで働くんだからまあしてもいいと思うんだけど、こいつね、昔休みの日にね、整体院巡りしてたの。してましたね。そう。要するになんか感覚を学ぶとか、学べるものが何かあるかもしれないと思って。で、そこまでね、やって、で、今があるっていう。で、なんか、同じ身長っていうか、その、この体型ですることを、特に身長ですることを想定してるから、それ以上に大げさな動きとか、それ以上に余分な動きをしないと決まんないよって言って、まあ、ひたすら練習して大変だったろうな、さぞや。多分ね、あの普通の努力じゃねえ、この人だからそうやって厳しいよっていうのは普通の努力じゃ今言わんとにいられないから、うん、だから多分それが如実に分かってんだと思う。うん、そうなんですよ、本当なんで、だからまあいつも捻挫してるんですけど、負担がこれ、ね、そう、趣味捻挫、特技捻挫、この前治ったと思ったらもう捻挫。病名ついてます、つきましたからね、院長のおかげで。なんだっけ病名は。睡眠時捻挫症。あ、そうそうそう。睡眠時捻挫症候群。寝てる間に捻挫するんですよ、これ。そこだけちょっとおかしいんで、ね、こう足を縛って寝なさい。こう。そう、足を縛って。
それで、あの、起きてトイレ行くときびっくりするんですよ。えぇ、ー、ってなると、芋虫のになるから。まあ、そういうふうに、あの、ちょっと覚悟 してっていうか、まあ、人の体を預かる仕事なんで、中途半端は基本ダメだから、やっぱり。うん。なんでね、まあ、そういう気持ちで来てもらえるとすごい嬉しいですね。うん。そういうことで。あとはありますか？あとは大丈夫です。大丈夫ですか？来てから。来てから。来てから。怖えな、そういうのが。来てからなんか。言わんとも仲いいですから。まあまあ、うちは基本仲いいですから。なんか、カフェでいじめられたりしたら僕に言ってください。そいつを俺が重くそいじめてやる、はい。それはもう許さないの。表だったらいじめですから。そうちゃんと公開的にいじめないとね。オープンに明るくいじめようよ。そう。今の子はね、なんか陰湿だって言うからね。うちはオープンにいじめます。違うね。ほんとやめてあげてよ。来なくなっちゃうよ、みんな。来ますよ、それじゃあ。そうかな。うん、技術は本物ですから。そうですよ。そこですよ、やっぱり。そうですよ、ほんとね。僕のアメブロのね、最初の方見てみよう、ほんと。すっごい人来てんだから。それはね、中途半端な腕だったら来るわけないんだよ。ほんと。あれ、うちのホームページから飛べんだっけ、俺のブログって。飛べます、多分。あ、でもその、はい、その記事、リンクに貼っとこう。もう貼っとこう、俺すげえぞっていうの。外が多分、ね、早いですね。じゃあちょっとリンク貼っときますんで、なんかそうなんです。名前を言える人と言えない人がいるんでね。ややこしいですね。ややこしい本当にもう名前にさお金がかかるから、本当、まあ、前にねちょっとねダークサイドトークで言っちゃったけど、あの、ね、来てることになって金払ってる人いるからね本当に。信じちゃダメだよ簡単には。うちちゃんと一緒に。あ、一緒に撮った写真もだから嘘くせえんだな結局な。そうなんだよ本当。まあでもうちちゃんと来てたんだよ本当。大丈夫だから。大丈夫。そのいろんな証言がありますね。アメブロのリンク貼ってきますからね。じゃあそういうことでですね、まあ参考にしていただいて、整体師の皆さんもう大丈夫か。まあ、整体師の皆さんガンガンとちょっと若くてこのままじゃ俺はもっと上行けるはずなのにと、うんね、思って気合と根性と覚悟のある人、うん、ぜひ言わんで寿司三昧。バカ野郎。お待ちしておりますので面白い職場です。そういうことです。ご検討ください。はい、ご視聴ありがとうございました。うん、寿司三昧急に入れたくなっちゃった。どうしても。